けど、ちょっと、まあ、今時のアパートとはもう全然違う作りですね。昔のやつなんで。しかももうズタボロ。横が危ないね。ちょっと。もう落ちてくるよ、これ。本当に。あっち側の景色とね、全然違う。しかもこの階段。これさ、お年寄りにはきついね。これ、めっちゃきついと思うよ。はぁ、あ。うわぁ、ちょっと、すごい。もうこれ、葉っぱに覆われてくる。え？きついな。うん。これ、コンクリ？てかさ、こっちもなんか結構、来とるね。住んでないね。うわぁ。でもなんか畑、使っとるよ。うわ、裏がすごい。ほら、これすっごい美しい海と美しい廃墟。すごいよこの廃墟は。レトロなビルでも本当にね、昔風でレトロね。でもなんか美しい廃墟やね。美しいって思える人じゃないと多分感覚が合わんね、私たちとは。まあ、昔のなんか遊具が残っとる。子供も結構住んどったったいじゃん。見て、布団とか転がっとる。これ、これ解体されずにね、このまま残されとうのがすごいね。うん。これ解体するもお金かかるしさ。オーナーたちは死んだから。オーナーが亡くなって、そのでもさ、息子とか。さらに連絡取ってないよ。あの、うん、半分に以上だよ。じゃあもうどうしようもないって、これ。だからもう。置き去り。うん、役場でも。うん。ね、生活感丸出し、こっから見ると。ね。池島を思い出すわ。何棟もあるね。だけどロケーション的にはすごくいいよね。綺麗な海、キャプテンと廃墟。でこれ当時から置き去り。でも新しいよ、意外に。うわ、こっちはまたすごいな。なんか窓の作りが違うね。自分で扱ってたかな。綺麗。ここからすごい綺麗。理想のグリーンハウスです。老朽化してやばいね。やっぱ50年過ぎとるけどね。これさ、なんか、あ、地下じゃないんだ。 1,2,3,4,5、 一応5階だよ。下で見たら5階です。うん、5階だけど多分エレベーターとかないよね。完全で窓が揺れた。
これ夜来たら怖いよ。うん、あ、すごい、もう配線も全部取ったるね。おお、あ、社長これ、はい、電気電気電気、ライトライト、わっ、すっごい、わすごいね、これやばいわ、昔の作りやね。見れる？開いとる？そういうのと、不安まで見たりですね。これ共同トイレか。狭いですよ。あ、ほんと狭いね。これさ、なんか食堂とかもあったのかな？ねえ。住んでんの？犬だけ捨てられて、ちょっと恐ろしいね。の縄張りよ怖いね。おそろしい。実は、うん、これプロパンなんだ。ここに。うん、寂しいね、犬もね。うん、うわ、これさ、中見えるけどすごいね。うん、ね、しっかりしてれば、うん、でしょ。でも当時はたくさん人が住んどったっちゃろうね。上は何？上なんもない。お、来た来た来た、鳩が怖いわ。あ、ここはもうほら入れんようになっとる。上行ってみる？なんかね、多分鳥も住んどるよ。鳥住んどる。うん。鳩とか住んどる。ね、インコまみれや。ね。中がちょっと見えるところがある。見えるかな？夜来れないわ、こんなところ。これ夜来たら怖い、罰ゲームや。ここが。本当だ。いや、これもう時間の問題じゃない？本当にやばいよ、これ、この物件。
ズタボロにも程がある。でもあっちのピンクいのはさ、住んどるけど、その同じ時期ぐらいに建ったの？あ、それでもやっぱ人が住んでるとやっぱ綺麗だね。お直するべきね。だけどなんかすごい地区やね。いやー、なかなかこんな地区ないよ。すごい。ちょっとすごい。こっちがすごい。屋上見たらなんかレンガの煙突みたいなんがある。なんかコンクリで押さえとるけど。まだ最後ぐらいまで住んでた時のゴミなんでしょうね。いろんなもんが残ってます。ゴミ収集されんかったった、ね、結構古い。あ、でも新しめのものもある。いつまで住んどったっちゃう。